ども皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。今回はですね、ダッシュ4クローのダッシュ軍団最後のマッシーンダッシュ5号ダンシングドールを作成走行したいと思います。こちらのダンシングドールはですね、1990年発売されたものと同じものになります。このダッシュ5号ダンシングドールですが、ダッシュ軍団監督のですね、スメーラギ怪談児の妹であるスメーラギリンコのマシンでございます。アニメとかね、原作とかではたびたびチームメイトからセクハラを受けるっていうね、当時は良かったんでしょうけど、今の時代アウトでしょうね。かなりおさわりされておりますスメーラギリンコさん、ちょっとかわいそうでもありますが、まあそれはさておき、第1回目の走行は、もちろんドノーマルで走らせてみます。今回は第2回目の走行はですね、こちらのパワーステーション、モーター鳴らし用器具ですね、これを使ってモーターを鳴らしてみて、ノーマルのモーターがどれだけ速くなるのかちょっとやってみたいと思います。モーター鳴らし器具、私は使うの初めてでございます。アラウンド40にしてモーター鳴らしてみせます。さあそれでは早速ね、作っていきましょう。はい、ということでパーツはいつも通り全て取り終えましたので、このねシール貼りからいきたいと思います。シールは貼り終えました。それではシャーシーの方に行きたいと思います。シャーシは完成したので、またこのプラローラーをつけていきます。よし、はい、完成しました。赤が結構渋いですね。じゃあこれから第1回目の鳴らしなしのノーマルのモーターで何秒か走らせてみたいと思いますが、もう一度ねタイムのおさらいをしておきます。とこちらのダッシュ1号がノーマルで9秒53、ダッシュ2号のバーニングさんが9秒63、こちらシューティングスターが7秒14、キ
キャノンボールが7秒15ですので、同じタイプ3のシャーシなので、まあ7秒台は硬いかなと思います。それでは早速行ってみましょう。ということで結果は7秒22でした、何回か走らせて奇跡的に完走した1回が7秒22でした。あとは全部ですねコースアウトしまくりです。この人コースアウト7回ぐらいしましたね。まあでも7秒22でしたんで、まあ7秒台はいけました。ということで、なんとダッシュ軍団の中で一番速いのはこのシューティングスターになりました。ドノーマルの対決、シューティングスターに軍配が上がりました。さあ、それでは2回目の走行ですね。こちらのモーター鳴らし機を使ってちょっとね、鳴らしていきたいと思います。正回転20分、逆回転20分ぐらいちょっとやってみましょうかね。はい、それでは行きます。はい、それでは鳴らしが終わりました。正回転20分、逆回転15分、3V で正回転が10分少々ぐらい。じゃあ鳴らし運転が終わったところでノーマルモーターどれぐらい変わるのかちょっとやってみたいと思います。ということで2回目の走行も終わりました。ドノーマルのモーターをだいたい 4,50 分鳴らしてみて2回目走ったんですが、6秒96でした。初めてねこの5台中の中で7秒切りました。ということでモーター鳴らしがすごく大事だということが分かりました。さあタミヤの主人公機5台を全て作り終えましたので、次はですねこちらの青島テクニオンク日立クリーナー連れてって、ブリザードブリザー、はい、私をスキーに連れてっての映画が思い出されますが、こちらを作っていきたいと思います。それではさようなら。